ミリーサーキットですかね、ファミコンの。今でもそれを超えるレースゲームは僕の中ではないかなと。まあ、超えるそのレースシミュレーターとかそういうものはたくさん出てますけど、グランツーリスモとか、ただゲームとして、まあ、スリリングですごくハードで、ストイックでやり込み要素の高い、まあ、レースゲームは未だ僕の中ではあのファミリーサーキットですね、はい、あの遠藤正信さん、ゼビスのその方が作られたゲームで、まあ、大好きですね、はい。